郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。この番組はポッドキャストと YouTube でお届けしています。今日は第207回です。北川先生、よろしくお願いします。12月ですね、はい、もういよいよ年末。そうですね、20、はい、まあ、クリスマス目前。クリスマスですね。はい、先生、クリスマスっていうと、なんか今、ふと思い出すエピソード、エピソードっていうか、何でもいいんですけど、どんなことを思い出されます？なんか、僕らの頃は、クリスマスっていうのは、こう、戦後すぐだったから、入ってきたばっかりの思想だったんですよね。はい、うん、だから、なんか、クリスマスしてる人たちが、すごい羨ましかったですね。我が家にはケーキとかクリスマスツリーとかやったがなかったからですね。あの当時はまだなかったから、一部の人たちがそれをやってて、特に戦後すぐだったからアメリカの兵隊がいっぱいいて、その人たちがクリスマスをやってるのを見て憧れみたいなのを感じたのを覚えてますね。だから自分の中にはなかなか取り入れられなくて、まあ、子供たちができた時にクリスマスを祝うことができたっていう感じはしますけどね。はい、でもそうするとクリスマスってね、当然ですけど、まあ、クリスマスっていうぐらいのね、まあ、キリスト教というか、そういう欧米諸国の習慣だと思うので、100年前とかの日本人にはっていう話ですよね。全然当たり前じゃなかったって話。そうですね。まあでもいいことですね。クリスマスっていうのは、まあ、キリスト教のあれだけど、世の中には入ってきてるから、僕は否定はしませんね。うん、結構楽しむことはできるんじゃないかなと思います。あ、いいです。今はどうですか？最近の例年の北川八郎のクリスマスはどんな感じなんですか？だから忘年会とクリスマス会を一緒くたにして、あ、いいですね、年に1回か、下で皆さん集まってやったりしてますね。で、今年はだから、投げ銭ライブとかなんかで絡めてから東京でクリスマスできたらなと思って。ああ、いいです。はい、先生、なんかこうサンタさんの格好したことあるんですか？いや、まだないですね。ですごい似合いそうですよね。いや60の時になんか赤いちゃんちゃん子を着る会があったんだけど、まあ、あれもなんか嫌だったですね。なんか仮装するとか苦手ですね。今の人たちはよく仮装しますよね。だってハロウィンとかもすごいですよね。ちょっと私にはできないですね。あんな風に仮面をかぶって別な自分でなるっていうのは私はちょっと無理かなと思います。まあ、全て平凡ですけどね。まあ、ちょうど今平凡というキーワード出てきたんでね、うまくつながるかなと思うんですけど、今日はですね、こう先生がやっぱり断るごとに口にされていたり、まさに今もぴったりこれ打ち合わせたわけじゃないんですけど、言葉出てきましたけど、はい、先生おっしゃることにやっぱり平凡が一番。こう、そうですね、はい。例えばサイトとか拝見してても、やっぱりそこから派生して美しい人を羨ましがる必要はありませんなんていう言葉もありましたけど、この平凡が一番っていうことについて改めて先生、今日お話しいただけますか？はあ、ほとんどの方が、早川さんもそうだと思うんですけども、まあ、本当ごく一部の方を除いて自分に才能があるとは思ってないと思うんですね。平凡とか抜群の才能とか、まあ、群を抜いた力を持っているって言われる方は本当にもう何千万とか何億人に1人か2人だと思うんですね。だから、まあ、そういうの憧れるのは構わないんですけども、あれで、日常を生きている人間としては本当にみんな平凡だと思うんですね。だから僕は思うのは、こう平凡でいいし、平凡に生きている人をバカにしてはいけないと思うんですね。毎日同じことの繰り返しっていうのが一番の平和感だと感じることが多いと思うんですよ。だから平凡っていうのはとてもいいことだ、逆に難しいのではないかなと思いますね。早川さんはどう思いますか？本当先生おっしゃる通り、なんて言うんでしょう、昔その学生時代とかこう社会人になりたての頃って、やっぱりなんかこう、まあ、意気揚々といい意味でもしてるので、なんかこう何かを成し遂げたいとか、非凡な人とかすごい憧れたり、まあ、今も全くないわけじゃないんですけど、すごくそういう気持ちが強かったんですけど、やっぱり年重ねるにつれて、で先生おっしゃるように、こうそれこそこう何でしょう、自分が家庭を持ったりいろいろしていくと、やっぱりそう平凡、まあ、言葉ちょっと違うかもしれないですけど、普通、が一番というか、なんかそれをすごく感じますし、平凡が実は一番難しいというか、平凡こそ実は非凡なんじゃないかと、たまにちょっと思っちゃうこともありますね。
平凡に生きてる人が人生の後半で輝いて美しい人になってるのを感じることが多いですね。若い時に美しかった方が、その前半の生き方でなんか30代40代に崩れてて、40代50代で美しくなくなっていくのをたくさん見ましたね。才能があると思う人はなんか後でそのおごりと人を差別するとか優越感に入ってしまうと、なんか後半の人生が乱れてくるような人をたくさん見かけました、うん、で自分が本当は平凡でなんか感謝に生きてる人の方がこう人生の後半が美しいんですね。生き方が身綺麗で顔が穏やかで怒りのない、うん、人生を送ってきたんだなっていう感じを受ける方がたくさんいますね、うん、逆になんかおごってたり才能たりする人はこう自分中心に生きることが多いっていう神の罠にはまってるような、うん、感じがします、うん、だから才能があるっていうのはやっぱり希望っていうのは気をつけないといけないと思うんですね。こう神が与えてくれた試練がそういう人たちのが厳しいんだと思いますね、うん、平等自己規制っていうことを学ばないと、はい、一番素晴らしい人はやっぱり自分が平凡で、本当に、なんか、うん、毎日の同じ苦しい会社の中に生きてるから、少しでも努力して、なんか自分の、才能や生き方を磨こうとする思いの人の方が、うん、なんか人生の後半で輝いてくるっていうのをたくさん見ますね。ちょっとこう言いにくいんですけど。いえいえ、そういう意味では、こう、どうでしょう。まあ、着せずしてというか、今のお話伺って、別に、非凡がね、非凡な人がもちろん悪いっていうわけでは全然なくて、もちろん素晴らしいけど、ただそれなりにいろんな律したり、こう、人格、人徳を磨いていかないと、多分いろいろ大変だよっていう話だったと思うんですけど。そうですね。というのは、こう、神から与えられた才能は、崩れやすいって言いたいんですよ。崩れやすい。美しさもね。なんかもう、それも努力していたものの方がこう維持できるっていう感じでします。美しさを増すっていうか、はい、だから神からもらった才能や美しさだけを誇る人はやがて、衰える、シワが多くなったり、また才能が自分勝手になったりして、うん、崩れるっていうのをたくさん、それは神の罠なんだっていうことに気づかないといけないと思うんですね、うん、そういう優れたっていうことはお前がおごりに入るためのことを学ばないといけないっていう、こうなんか神の罠のような感じがします、うん、で平凡な人たちはなんかやっぱ努力するし、おごらないし、こう自分をこうなんて言いますか、威張らないって言いますかね。ですからそういう人たちの方が尊敬と感謝をたくさん受け取ることができるようになるのではないでしょうかね、うん、でたくさん尊敬と感謝を受け取ることができたら、その人にこうなんか喜びのエネルギーがあって、その人が人生の後半がなんか輝いてるんですよね。なんかだからその謙虚っていう言葉がありますけども、エネルギーの方が僕は素晴らしいと思いますね。だから謙虚というのは平凡から生まれると思います。そういう意味では、こう、先生、その、なんだろう。まあ、幸運にもというか、自分のね、例えば子供だったり、自分の会社の部下だったりに、すごく、まあ、非凡な人、才能に恵まれた人間がいたとしたら、こう、どういうふうに、まあ、育てていくというか、いけばいいんでしょうかね。今の話で言うと、まあ、おごらないようにってことだとは思うんですけど。それは、だから、そこね、こう、方向の転換を図ってあげるといいと思いますね、うん、お前の才能をこう自分のために使わないで、人々を幸せにすることや人々に勇気を与える方向から、人々の悲しみを取ってあげられるという方向に、こう自分のその今のその才能の方向、うん、矢の向きを変えていきなさいって伝えたいですね、うん、だから今ある才能はこう自分のために使うのではなくて、人の喜びにつなげていくように、こう方向転換しなさいと教えたいですね、うんうん、分かりやすく言うと、才能というのは自分のためにあるのではなくて、うん、この世の中の人々に喜びや立ち上がる力を上げるためにあるんだっていうことですよね、うんうん、そのために神が仕組んだって、気づかない人は神の罠に入ってはまってしまうのではないかなと、うん、苦しみと失望と、人々から嫌われるという孤独感に陥ると思いますね、うん。これでも、そもそもですけど、なぜというか、まあ先生ぐらいになるとね、もうそこを超えてると思うんですけど、なぜ
こう、まあ、若い頃、特に若い頃かもしれないですけど、こう人はやっぱりとはいえ非凡に憧れるんですかね、やっぱり。やっぱりかっこいいからですね、見た目のやっぱ 目に見えることかっこよさに憧れますからね、うん、でも人の裏側にあるそこまで行く努力とかすがすがしさに気がつくといいと思いますね、うんうん、だからただそういう才能だけに生きる人は信用を失ってしまうけれども、同じようにやっぱ信用というのもこう培ってこそ得るもので、得た信用は落ちることないんですよね。あ、落ちますけれども、努力しないと落ちてしまうんですけれども、だから得た信用というものは非常に輝きますけれども、うん、あ、生来持っているものだけだと、まあ、輝きを増さないということを知っておくといいですね、うんうん、あ、おごりに入って、おごりは自分の人生を狂わせるということを、そういう罠がちゃんと作られてるということに気づくと、なんか平凡の中にいて平凡であることで、そして努力をして楽しんでいくっていうのが一番美しくてトラブルのない良き人生につながるかなと思ってますけども、うん、まあ平凡で一番いいいいですね、と思いますね。はい、ありがとうございます、うん、さあ、この番組では、皆様からの、ご質問ご感想を募集しております、詳しくは北川八郎ホームページから、チェックしてみていただけたらと思います、またメールアドレス北川アットマークキクタス .jp からもお寄せください。さあ、そして、北川先生の、カレンダーですね、毎年恒例のカレンダーも、ホームページの方から、お求めいただけますので、先生の素敵な写真と言葉、ぜひ来年も、触れてみたい方は、こちらもチェックしてみていただけたらと思います。さあ、そしてこの番組ではこれまで、何度か北川先生のガイドによる瞑想をお届けしてきましたが、現在好評を受けて音声プログラム瞑想の基本と実践も作りました、そもそも瞑想とは何か、なぜ必要なのかから、具体的な方法、最適なタイミングや頻度に至るまで、基礎知識、そして、ポイントを僕が先生に伺います。その後、先生の自らの瞑想の導入も行っています。瞑想は全く初めてという方から経験者に至るまでご活用いただける知識と実践の音声プログラム、ダウンロードした音声をパソコン、スマホ、タブレット等に入れて、いつでもどこでも先生の瞑想を実践いただけます。こちらも年末年始お供にぜひチェックしてみていただけたらと思います。こちらもサイトの方にチェックしていただけたらと思っています。さあ、ということで、先生、クリスマス直前ということで、いよいよ、ね、うん、来週は、ね、ね、年末ですが、どんなこと考えてるんですかね。寒いの苦手だなすごく寒いところに住んでますけど苦手なんですね。はい、じゃあ皆さんね、引き続きまだ来週も1回ありますが、風邪などひかないように、していただけたらと思います。北川八郎人生を変える出会い、この番組は YouTube、Podcast で、それぞれお届けしています、ご覧になっている方はチャンネル登録、聞いている方は登録ボタンを、押していただけたら幸いです。ということで今日は第207回でした。北川先生ありがとうございました。ありがとうございました。